こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は千葉県木更津市木更津駅にやってきました。こちらが駅前ロータリーとなりますが、最近アクアラインが開通しまして、東京方面へ向かうバスが頻繁に出ています。こちらが木更津駅ホームとなりますが、鉄道路線で言いますと内房線、久留里線が乗り入れています。東口ということですが、久留里線の車両を見ることができます。こちらは幕張車両センター木更津派出ということで、久留里線の車両基地となっています。久留里線はここ木更津から久留里、上総、亀山を結ぶ路線です。機動車で運行されているということですが、最近では E130 系に統一されています。こちら久留里線の車両 E130 系の104ということですが、車両後ろを見ますと反射板がついてるんですよね。なぜ反射板がついてるのかと言いますと、前を見ますと EF81 が連結されています。長岡車両センター所属 EF81 の134号機、そして後ろにはキハ E130 系100番台が連結をされています。本日は郡山総合車両センターの方に向かうようです。まあ、こちらの木更津派出では大掛かりの検査できませんので、わざわざ福島県郡山市郡山総合車両センターに向かうわけです。当然ながら自走はできませんので、こちら EF81 に牽引されて向かうこととなっています。木更津運輸区幕張車両センター木更津派出かと思っていましたが、派出所のようですね。奥にはスカレンジ E235 系が入ってきました。本日千葉にやってきたのは EF65 が牽引します貨物列車、鹿島サッカースタジアム方面に向かう貨物列車がありますが、まもなく EF65 の運行が終了します。ということで見にやってきたわけですが、まずはこちら EF81、 134号機が牽引します配給出発を見送りをしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。こちらは E130 系100番台ということで、幕張車両センターに配置、まあ、実際は木更津派出所の方に配置されています。それ以外に E130 系0番台が水宮線、そして500番台ということで八戸線で運行されています。反対を見ますと、ただいまブレーキ試験でしょうか、行われています。コンプレッサーが回りましたね。以前もキハ E130 系の配給見ています。郡山総合車両センターから出場ということで、雪の中大宮まで追いかけています。そして本日はこちら木更津から郡山に向かう反対の配給ということです。まあ、こちら木更津派出所では大掛かりの検査できませんということで、郡山総合車両センターに向かうこととなっています。わざわざ郡山ではなく大宮で検査すればいいかなと思いますが、詳細は分かりません。コメントなどいただけると幸いです。結構間近で EF81 を見ることができます。迫力がありますね。こちらは別の編成となりますが、郡山総合車線と書いてあります。検査などは郡山で全ての車両行われるようです。水郡線0番台の車両は郡山総合車両センターで検査をしています。100番台もまとめて検査ということで、わざわざ郡山の方に向かうんですかね。乗務員の方が3名乗車しまして、まもなく出発のように見えます。
校内移動をしてきまして、この後は内房線本線に向かいます。ただいまバックをしてるんですが、この先は車止め、入れ替えを行っているようですね。木更津駅1、2番ホームになってきました。遠くに EF81 見えていますが、どの場所から出発でしょうか。ちょっとその前にカラスの巣を撤去しています。1番線に列車が参りますという放送が入りまして、 EF81 こちらに向かってきます。ホームの方に停車をしています。乗務員の方3名が降りてきまして、最終確認。こちらが名番となりますが、日立、製造の方は昭和と書いてありまして、数字の方消えていますね。上り本線出発信号変わりました。まもなくの出発です。いや、ものすごい警笛を鳴らして出発をしてきました。この後は場所を移動しまして、 EF65 が牽引します貨物列車見ていきたいと思います。内房線に乗車しまして、やってきたのは千葉駅となります。この先が成田佐原方面となりますが、 EF65 が牽引します貨物列車、ダイヤを間違えていたようで、この後やってくる列車EF210 桃太郎の牽引のようです。本日の EF65 は諦めまして、また後日やってきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではこちら千葉駅から失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。